卡萨基州，阿鲁托科罗尼，オジサントオバサンガイマシタ。二人はお金がありませんでした。明日はお正月、1月1日です。おばあさんが言いました。おじいさん、明日はお正月ですから、おいしい食べ物を食べたいですね。おじいさんが答えました。そうですね。おばあさん、傘を作りましょう。そして、それを売りましょう。おじいさんとおばあさんは、傘を5つ作りました。おじいさんは町へ行きます。外は雪です。おじいさんは1時間くらい歩きました。道のそばに石の地蔵が6つありました。おじいさんは地蔵の前で言いました。お地蔵様、いつもありがとうございます。おじいさんはまた歩きました。道へ来ました。道にはたくさんの店がありました。人もたくさんいました。とてもにぎやかです。傘を買いませんか？おじいさんは何回も大きい声で言いました。町の人は、お正月の食べ物はお酒を買います。でも誰も傘を買いません。もう夕方です。おじいさんは家へ帰ります。背中には傘が5つあります。今日は雪がたくさん降ります。風も強いです。とても寒いです。おじいさんは雪の中を歩きました。そして、地蔵のところへ来ました。おじいさんは言いました。ああ、お地蔵様の頭や体に雪が冷たいでしょう。寒いでしょう。そして、地蔵の頭や体の雪を取りました。そうだ、この傘をあげましょう。おじいさんは背中の傘を下に置きました。そして、地蔵の頭に傘を一つ一つかぶせました。あれ、困りましたね。傘は5つです。でも地蔵は6つです。どうしましょう。そうだ、私の傘をあげましょう。おじさんは自分の傘を取りました。そして、その傘を地蔵の頭にかぶせました。6つの地蔵の頭には全部傘があります。これでいい、これでいい。おじいさんは笑いました。おじいさんは家へ帰りました。ただいま、お帰りなさい。まあ、頭に雪がたくさん。寒かったでしょう。今日は誰も傘を買いませんでしたよ。ですから、お正月の食べ物はありません。じゃあ、傘はどうしましたか？お地蔵様の頭に雪が
たくさんありました。ですから、母さんはお地蔵様に全部あげましたを。まあ、それはいいとことをしましたね。おじさんとおばあさんはニコニコ壊れました。その日、おじさんとおばあさんは早く寝ました。夜です。とても静かです。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おじいさんとおばあさんはその声で起きました。何でしょう。あの声は誰でしょう。よいしょ、よいしょ。おじいさん、母さんをありがとう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。優しいおじいさんのうちはどこ。よいしょ、よいしょ。その声はおじいさんとおばあさんのうちの前で止まりました。どうす、うん、どうす、うん。おきとです。おじいさんとおばあさんは、戸を開けました。あれ、まあ、そこにはたくさんの食べ物がありました。でも、誰もいません。二人は顔を上げました。そして、遠くを寝ました。あ、お地蔵様、六人のお地蔵様が遠くにいました。頭には火山があります。ありがとうございます。ありがとうございます。二人は遠くのお地蔵様に何回も言いました。そして何回も頭を下げました。おじいさんとおばあさんのお正月はとてもいいお正月でした。